56時刻は3時になりました星野源さんお疲れ様でした2024年5月14日火曜日この時間は「アナのオールナイトニッポン0」をお送りしていきますはいただいま麻雀が密かにブームらしいよ本当に本当とうか <laughs> 麻雀おーえこれテレビがそう言ってるだけじゃなくて いいつもののそれじゃないのマスコミとかがこうなんか勝手に流行ってるとか言って今来てるみたいな流行ってるって言えばみんな見ると思うんだよね。その流行りに追いつかなきゃっていう人もその分多いからそれで釣るのよ。第7世代の時のやつじゃないの <laughs> <laughs> 学べよマスコミほんとかよマージャン賢い視聴者は騙されませんぞおいほんとかよただ今年に入って地上波のマージャンの番組が増えてるらしいですそうですかあら M リーグとか前からあったけどそんな増えたのあるぞ。M リーグっていうマージャンのね あのプロが戦う大会からどんどん話題になってるみたいですよ。そうですか確かにテレビでねよく見るマージャンの女性もいますしね役満の女性が役 <laughs> 満女性がいますけど役 <laughs> 満ボディとかではなんか役0女性がいますから。<laughs> で普通になんかボードゲームとして子供にも人気出てるらしい小学生 4, 4人がゃたく囲んでツーイーソーを狙ってたけどえ役薬のイーシャンテンで流されたとか言って遊んでるらしいえ本ほんとにかわいくねーかわいくねーガキだなーええ小学生って何年生ぐらいだろうもう 普通にだって外で鬼ごっことかで遊ぶ世代だよね。通院相狙ってたけど役丸の飲食全で泣かされたとか <laughs> <laughs> 言ってるのかな。飲食全で泣かされたわ <laughs>。<laughs> とか言って <laughs> まだまだ入試まみれの子供たちが本日初40分逃したって落ち込んでる動画が X でバズってました。 これはね,そうねなんかバズっててみんなね見上げてさそうそ空というかこう天井見上げてさよく「はあ」みたいなそうバズってたねよくこうお金とかかけてなくてその顔できるのすごいみたいな <laughs> コメントを見たいや子供なんかどんじゃらとかさちょっと昔かあったかもねだけどマーちゃんってガチのえー そう日本もそうですかマジマージャンブームほんとに逃した逃した <laughs> なんか腹立つわクソガキが「こ <laughs> いつ初40%逃した」<laughs> <laughs> 腹立つわ手 <laughs> <laughs> ぐらいね。 マージャンブームが来てると。ほんとって思うけど、ほんとらしい。で、このね、子どもたちがマージャンをやりだしたきっかけも、ほとんど M リーグだって。M リーグすごくねそんなだっけ今、何時、何時でやってんのえ、子どもが見れる時間帯でやってるか深夜だよね。深夜のイメージなあるんだけど。爆笑の田中さんがやってる。なんか、なぜか田中さんいつも、アベマとかでやってんのか。 アベマでもやってん,うんたまに僕も M d が見ててそのな,なんかゲームやってる時えっ ABEMA で見たのかなその時はでもまあテレビももう本格的に麻雀番組が流行りだしてるとじゃあ,あのテレビによく出てくる麻雀の女性はね麻雀の盛り上げにかなり還元してるんですな素晴らしいですね うんよくねまあ僕も一緒になるけどテレビ番組でそうですかかなり還元してましたね「役満の女性」<laughs> なんで名前言わねえんだよ <laughs> 1満女性が役満 <laughs> 女性って何それいいの <laughs> セクハラじゃないの <laughs> まあまあセクハラだと思うんだけど僕は自分でやってんのか 自分でやるのもすげえななんか <laughs> ええまあそっかだからもうかなり還元してるというね本当に自分で言ってる <laughs> 本当に自分で言ってますでもまあね100万女性という流行りがマージャン知ってさ女性の方ってなんだあんなさあれなんだろうね100万 ボディなんだろうねみんなみんなじゃないすごいよね。まぁちょっとさわざわざぴったりめの服とか着てるよね。やっぱそこに自信はあるんだろうね役満の。役満ボディ言うぐらいだから。そんなことすんな <laughs> 僕は悔しいですあのこんな麻雀をねまあ別に何使って盛り上げようが何だっていいんですけど。 マージャンと言ってここまで僕の名前が出てこないなんて。なんて。マージャンと言えば僕です。<laughs> がっかり。うん。いやがっかりですよ。普通に考えてねえ。みんなも思うでしょ。でまあ今ね、ラビットの小さな赤い部分と思った人もいますかどうせな。僕は悔しい。 浅い,浅いです浅す浅浅ぎる浅いっていやーまあうん僕のことまだ「ラビット!」で操れられた子だと思ってるのが悔しいあれから何年経ったと思ってんの、ね、ずーっとずーっとなあ操られずにやってきましたバラエティも数々出ましたよまだ操れてると思ってるねんちょっと。 操られるって言葉が言えないぐらいの人です僕は <laughs> そしてラビットあれから一度も呼ばれてない悔しいラビットさん逃げんなよラビットラビットさんちょっとぴょん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 逃げるんじゃないよ僕と僕とやろうよラビットいやれも まあ水道はねなんだかんだこうスタジオ呼んでもらったり VTR この間も出たりしてんだけどまあそれは置いといてまあそれじゃなくてもうとにかく敦賀学園麻雀部東横桃子をご存じないですか敦賀学園麻雀部東横桃子をご存じないですかはじめまして東横桃子です <laughs> <laughs> はははあみんなはは,は知らないですみたいなと東横え東横キッズ通り <laughs> <理>で通り <laughs> でお騒がしているやつらのえ名前の通り東ー横違いますその東横じゃありません東横キッズじゃありません僕は東横横桃子なんですよステルス桃の独断上ご存知ないみんな 皆様ステレスモモの独壇上っすこれ分かんないっすか今かなりアニメと実写に寄せましてよおーってなってますよこれ <laughs> マージャン漫画の「さき」という作品知りませんかそちらの実写版に出ておりました東です <laughs> <laughs> うるせえ 映画ね、ドラマと、まあ、映画出てます。ステルスモモの独断上手や。うーってなってんのよ。<laughs> 誰もピンと来てないかもないけどいやでも結構わかんない。麻雀好きは知ってると思う。麻雀漫画、赤木もあるし、さっきもあるのよ。その女の子版というか、女の子が麻雀をするっていう。で、あの学園もので、学園ごとバトルするの。 その中の鶴ヶ学園、麻雀部の東横桃子っていう役だったんですけど、浜辺美波が主演。2017年の作品です。浜辺くん、そこで初共演で僕は。それぶり、それぶりっていうか、そっから経て紅白で会ってるからね。<laughs> <laughs> 東横桃子ですって言われて <laughs>。紅白で。<laughs> あの時の東横桃子です <laughs>。 本当に2017年よもう僕本当に何にも喋れない時期でしたけども<う> <laughs> 浜辺美波ちゃんその時から僕なんてさ全然さそれこそ今みたいな感じの活,用活動をしてなかったしなんか出ちゃったぐらいの感じだったけどあのちゃんがなんかなんて言かかんとかとかなんか舞台挨拶とかでもあのちゃんって何十人もいるキャストの中あのちゃんのマ出してくれたりさめちゃくちゃなんか。 えナ、ー、ベみなび僕のこと好きじゃねって思ったのよその時 <laughs> っていうねそうそれがありましてだからめちゃくちゃ麻雀をね練習したの麻雀で勝負するっていう作品とか内容だからめっちゃ練習しましたよその時黙々とジャンタクをこうあのキャストの皆さんで囲って何時間も本当にね一日練習してたまあ映画とかだから所作 所作が基本なんだけど、ルールとかっていうよりかは、こう、なんか、灰のこう払い方とかを、こう、なんか、ずっと、永遠と、こう、パイ触らせて、触らされて、くる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 で、で、パンって、もう、見栄えが命だから映画だし、パンって、もう、綺麗にこう、ひっくり返して、コロンコロン、パンって。 できるように、ずっともう永遠と。家帰ってもうずっと触っててくださいっていずっと僕も持ってたパイを。こう、コロ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 。あとまあ、ポンチ缶の仕方とか、こう、全部。もうとにかくずっと練習みたいな。そう先生がいてね。いや、懐かしいな。そこが初めて僕はマージャンとの出会いでしたけど。いや、もう本当にさっきは、 オーディションとかも初めてだったしこれ実はオーディションでもうそれどっかでも話したけど前日に一応オーディション行くからって当時のプロデューサーさんに言われて僕がブチ入れしてあのオーディション会場でもう本当に帰りたいとかずっと言っててもうこうやって椅子何個かあってやっぱ面接だから。 本当に女優さんとかいっぱいいる中僕はもう背もたれついてリュックポーンとかやって放り <laughs> 投げて「あーあ本当に帰りたい」「なんで連れてきたんですか?」とか言って「もうさっきの崖じゃねえかよ! <laughs>」<laughs> ああ逃した」みたいな「<laughs> ああ休み逃した」みたいな感じでもう本当に「ああマジだよんで連れてきたんですか?」とか言って「<laughs> 帰りたいんですけど」とか言ってたら。 そのままマネーージャーの当時のマネージャーに言うてしたほんとやだんで?」って台本もなんか渡されてこれ読んでくださいみたいなそれをみんな覚えてる集中してる時間に僕はちょっと「ほんとやだ帰りたい」とか言ってそう周りの女優さんがい,いるのに「なんだやつ」って思ってるだろうねって思いながらも待ってて面接が嫌いだからだって面接を逃げてきた面接から逃れてきた人生のためにもアイドルやってたのになんでっていうのもあって。 えじゃんねねかよと思って思当時は、ね、今はそんな思わねえけど当時は思っててんでなんか面接に5人ずつ面接だったけどそしたらもうみんな「ないないプロモーション書きましたないないです」みたいな感じだったけど僕は「あのです」「どっからも来てません」みたいな感じだった。<laughs> だって、どこの事務所にも所属してないんだもん。どうやって面接来ればいいかわかんねえよと思いながらあのです。どっからも来てないです。よろしくお願いします。<laughs> もうあちゃーあちゃーいててーいててみたいないててててみたいな今考えると激痛けど待ってそうなんだと事務所ないから僕はその5人目とかでみんなが「何々から来ました」って言うからどっから起きてやばい無理と思って正直に正直者すぎてちょっとこうなっちゃったんだけどでもうなんか。 めちちちゃゃゃくにになっっってそう本当にずっとずでそしたらその後あの僕がその面接の前でこう「ああもう帰りてとかやってマネージャーの隣にいたのもうキャスティングの偉い人で「ええってなってそのマネージャー「あれキャスティングの人だから本当にやめ絶対ダメだあもうえとか言われて「別にいいんですけど何でも」みたいな「でもいい元気になりました」とか言 <laughs> 言ってたら受かった <laughs> 嘘だろ嘘の話だろこれ <laughs> 受かったんだけど <laughs> いやもうだからそんなさ痛いやつをさうあの受,け受からしてくれた本当に心の広い作品です <laughs> 本当にやばかったも懐かしい本当にどうやって選んだんだろうと思って なんかやばいやつやる気ねえやついるなみたいなでもステルスモモって役柄が幽霊っぽいのよちょっとちょっと透けて透けてなんかそのだからみんなが「はい」とかあんま見えない僕僕のてかステルスモモのステルスなあんまり見えないからなんかさささってその隙に勝っちゃったりするっていう役どころなのよだからじゃんそのちょっとやる気ない感じが良かったのかな <違>うか <laughs> 何なぜ <laughs> かでもまあまあ,まあ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 見た目もねちょっとまあ大事っていうのはまたかもしれないしあの黒髪で髪長くて前髪も重くてっていう役だったのでいやだからそれきっかけで僕はもうたまにねプライベートでやるようにはなったけどもう去年とか1回もやってないのマジで本当に。で僕はもうすぐ強気でなんか泣いたりしたくないからもう。 すぐにこう振り込んじゃったり、あの強気これ絶対ダメだなって思って。もう自分がもう行きたいと思ってやっちゃうから。結構自爆系の麻雀の仕方しかしないんですけど。でも、この一発振り込みも余裕でしますね。はい。でもよく。一発振り込みのあのと呼んでください。<laughs> ダサすぎるんで <laughs>。弱、弱すぎる <laughs>。えけど、まあ、でも、それが、もう、僕、運が。 ありすぎてもうそれでめっちゃ勝ったりとかもできるから結局なんかその日の1位僕だったりするっていうのが多かったかな今までは去年はほぼやってないそれまでのはアリボボちゃんとかとやったりなんかそのアリボボちゃんの友達とかとやったりしましたね最近やってないですけど。 でもまあこのマージャンブームが本当ならもうこれから子どもたちの間でマージャンがどんどん流行ってまたその「さき」が注目されるかもしれない浜辺美み波みが今以上に子どもたちにね大人気の存在になるんだよテレビでよく見るマージャンの女性のライバルですもう浜辺さんは頑張れ浜辺美み波み役満に負けるな <laughs> 役が、ね、いるからね 近い将来浜辺美波が日陰になる日も近くないもう子供たちの大人気ブワーって「浜辺くん」みたいな「わあ」みたいな今浜辺くんちょっと孤高の存在というかちょっとあの高根の花的な存在だけどもう子供たちに大人気キャラみたいになるよ街でわー」みたいなマジでもう近い将来あるねうん。 僕はそのね幼なじみのマスオ TV を狙います <laughs> 悔しいよ本当に <laughs> 人気逃したか <laughs> うん <laughs> まあでも盛り上がることはいいですね麻雀が僕もちょっと今年はやりたいなちょっとぐらいははいそしてこんなニュースもございます草なぎ剛さんとタモ <laughs> 草なぎ剛さん タモリさんししか友達がいないらしいならはいこれ大ニュースです大問題です20歳で出会って今でも定期的にタモリさんの家に行って遊ぶらしいもうそんなんの知らなかった家行ったらタモリさんが昼寝してて2時間くらいタモリさんの昼寝見て帰ったってやばくねスターが集まって何してんの <laughs> 大スター同士じゃん 大学生が仲良すぎてこうなるのはねなんかイメージつくけどタモリさんってだって何歳こんな大人でもあるんだねなんか親友じゃんもうタモリさんと草薙さんあれだよねいい「笑っていいとも」で一緒だったのかな長いことつよぽんつよぽんとタモリタモさん 78? あそうですかでつよぽん49歳へえ 大大の大人だそれが大学生みたいな友達寝ちゃったわ <laughs> みたいなしかもそんな相手タモリで <laughs> やばすぎタモリさん家でどんな感じなんだろうどういう状況でタモリさんは寝てて草薙さんはどういう状況で見てたんだろうねタモリさんってなんかてかタモリさんって何なのタモリさんって友達とかいるんだそういやなんか <laughs> なんか一人のイメージ強いかも。家でゆっくりコーヒーとか飲んでるイメージ。友達とこんな <laughs> 昼間に集まって昼寝する <laughs> え、ほんとにすごい光景だよ、それ。ソファーで寝ちゃうとかってこと。とか、そもそもその二人が昼間に集まろうみたいになるのが結構想像しづらいんだけど、僕。すごいわ。なんか。でもまあ、タまリさん。 LINE とかで「じゃあちょっと今日俺ん家で」とか言うのかなタモリーさん「今日俺ん家でいいぞ」とか言うのかちょっと眠いから俺ん家でいいぞみたいなタモリーさん私生活読めなさすぎるもん部屋着とか何なんだろうパジャマ着てんのかな T シャツスーツスーツで家はいないかさすがにでも笑っていいともとかは なんかポロシャツ系だったよねお父さんみたいな格好してたイメージあるあのパンツシャツインしてうんゴルフみたいなだから T シャツのタモリさん見たことないもんね T シャツ1枚みたいな T シャツ短パン <laughs> もう想像するだけおもろ <laughs> T シャツ短パンのタモリかわいいえかわいくないキャップかぶってさ T シャツ短パン <laughs> 虫取り少年じゃん。かわいい。タモリさん、そんなんで、いる可能性あるよ、全然、夏とかは。で、ちょっとう、うとうとしちゃって。草薙さん来たのに。でもいいな、言して。かわいいわ。でもタモリさんってかわいいよな、やっぱり。虫ちゃんのときもいつも隣いて思う。めっちゃかわいい。んなんだろう。んでなんだろう。なんか、ぼーっとしてるからかな。<laughs> なんか、 急ぐって行為がなさそうで可愛い,いやでも僕はこうあんま友達の家とかまあ行くことがそもそもそんなないけどバイクちゃんちのね家とかねたまに行かしてもらって寝るみたいにならないもんな,なんかうんあっちが 寝ることはまあ,あったかかも、ね、なん一回ぐらいはの,のお酒とか飲むとね酔っ払ってねとかはあるけどあんまり家人ん家行って寝るはないかすぐ寝られる自分家に家来て友達がすぐ寝られることもないなんか僕家ね逆はあるその家に友達が来て,て友達ほとんど基本あげないからあげたくないからもう相当。 心許してるっていうかもう何でもいいやみたいな人しかいれないのよ。でもその何でもいいやって人はもうさ、じゃあ僕が寝てもいいよねってことだから、僕結構寝る。いや、ひどいよ、僕。こないだね、それに聞いて、ひどかったの。ひどかったよ、やっぱ。寝てはないんだけど、なんか友達が、 てかお皿ののジジョージの <laughs> もうそいつしかいないからもう悲しいんだけども死ぬあいつまじ許さないからなお猿のジョージ断りやがって <laughs> 許してないからお猿のジョージ取ってあげたのにさあげるとか僕もそんな言えない子なのにさこれプレゼントあげるよって言ったらえ別にいらないんだけどって言われて。 じゃあいいよとか言ったらえ嘘だよとか言われてさもうあれマジで許さないからな絶好したんですよ絶好したんだけど <laughs> <laughs> 遊びに来てみたいな言われとその子も昔っていうか僕は友達本当に距離感も分かんないから友達いない理由は僕にあるんですねそのそのお猿のジョージもそのぼあの ちゃんあなたが友達なのあなたにかなり理由あるよ <laughs> って言ってきてこの間 <laughs> そのやっぱ当時そのまだ全然仲良くない時になんか家来たいって言われて僕はその時点でもう嫌だったんだけどゲームしてエーペックスずっとしてて家でアパートですもう木造アパートに住んでる時エーペックスずっとしててそしたら「もういいよ」みたいな LINE で「まあ OK」みたいな感じで返したら来てそれでまあ ピンポンしたらしいんだけど、ゲームしてるから聞こえてないと、でラインでピンポンしたんだけどって言われ。送ったらしいの、でも。なんか返事がなかったって。で。もうじゃ、待ってるねみたいな言ったら。なんかライン。既読になって、で、そっからもう五分十分ぐらい経って、僕が。なんか。ドン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 って。足。 もう足音すごくて木造アパートとか足音すごくてで玄関の,あのドアバンってガチャって開いて僕が「忘れてた」って一言言って「<laughs> 最低じゃないみんまますすいません <laughs> 忘れてた」って言ってでまあ入ってその子がそしたらそっから僕あのー。 ゲームをやめずにゲームをずっとしてずっと一人で「クソッ!」とか「何なんだよ!」とかずっと言ってるなんか初めてだって家来たんだよそのお猿のジョージさん。来てジョージさんが <laughs>「お猿さんジョージさんどっち? <laughs>」。お猿ジジョ ウキ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 って来てジョージさんが。で僕の家のソファに座ってもうそこから10分15分僕が一人でゲームしてそれをずっともうウキとか言ってウキとかって全然構ってくれないなみたいな感じでいたらしくて当時でもう見渡すしかできなかったらしくてで僕がまあ10分15分経って気づいてなんか第一声ゲームやる。 だったらしいもうだったらいや僕あんま覚えてないのよ。いやマジでマジおのてめえの話なんだけどあんま覚えてなくてけどそんぐらいまあ大問題人格大問題人格大問題人格大問題先生なんですけど <laughs> マジでやばいんだよ。だからでも僕は 多分それを許してくれる人じゃなくてやっぱ友達になれないっていうのも自分に諦めちゃっててもうそこも無理ま無理してまで上辺の友達が本当にしんどいっていうのもそれまでは経験んあったからっていうのもあるけどまああまりにもひどいなって思ったんでちょっとタモリさん寝ないでください <laughs> 人格大問題です <laughs>。 つぽん,呼んですぐ寝るのは大問題です <laughs> 一緒にすなんなって話ですけどいやでもほんと僕はよくないねいやそういう人なんだなってでもまあそれでも多分そのおささんは長 <laughs> 次さんは <laughs> すごいなんか,なんかとまそれがなんか逆に良かったらしくてなんかこんなに逆になんか気許してくれてんのかなみたいな意味で。 なんか,そっから仲良くなったんじゃない <laughs> なんかキモいな <laughs> 変な相手も人格問題じゃないとそのあんま仲良くなれないかもんだけど僕はそうですタモリさん気をつけてください <laughs> はい <laughs> でもま友達ちで言うと最近ね <laughs> 安藤夏さんちも僕あのテレビ番組中居さんの芸中山さひろ <laughs> の <laughs> 芸能人なんかお友達呼んでみましたらやっぱりみたいなやつ に出てそのな度ナツさん家に行くロケがあってそっからね、まあ、放送された TVer で見てくださいまだ見れるんでそっからまたナツさん家に行く機会があってでそれでヤバティーナリポボっと行ったんですけどなんかたこ焼き作るの上手だからナツさんがだからたこ焼きも作ってくれるって言ってで餃子が超美味しいのねそれも作ってくれるって言ったから行って。 でたけのこの煮物も作ってくれてもうずっとねキッチンにいた「です座ってって」って言われるからボバちゃんと僕ずっとミーアの <laughs> ずっとミーアの YouTube 見てて <laughs> もう人格大問題人んちの,のこのこ来て何も手伝わず「み <laughs> うちゃーん!」とか言って「みううー!」とか言って「うー!」とか言って。 その間ずっと作ってくれてなんか「え何最近のアイドル?」とか言って「<laughs> 若い子最近いっぱいいるね」とか夏 <laughs> さんが言ってきて「そうみ <laughs> ーあいって言って」とか言ってもうリビングから僕たち動かずずっとみーアイのあいの MV だったりそうバラエティーとか見て「かわいいみあちゃん来た!」とか言って <laughs> 夏さんも黙々と作るみたいな感じでまあ餃子も美味しく作ってくれてで一緒に食べて。 でも本当にうまいから最初の多分お互い10個20個食べてボボちゃんと僕でそしたらなんか結構やっぱたこ焼きもあるからお腹いっぱいになっちゃってもうなんか「もうお腹いっぱい」とか <laughs> 言ったら「じゃあもう一回焼いてくるわ」とか言ってさらに100個焼いてきたの <laughs> やばくないあいつも人格大問題僕 <laughs> 僕がだ僕たちが もう食べれないって言ってるししかも僕たちの胃袋に対して100個作るんだよ夏さんかっこよくね <laughs> いや夏さんしびれるよね僕に対して100個作るんだよ餃子ありがたいよ100個作れる根性がすごいしかもだってたけのこの煮物とかあのスープまで作ってくれてやばいでも普通の人間なら僕に100いこうと思わないもんね 人格大問題同士だから成り立ってる <laughs> でもナツさんマジで優しいな本当に本当に優しいでそっからあのナツさんにもなんかもうみんあいあんまささなんかあんまり女,女アイドルって感じじゃなかったかな,なつさんがちょっと b ーファースト b <laughs> ーファーストの MV とか見せてそしたらあのダンスめちゃくちゃうまい 人も名前わかんないですけどその人が出てきた瞬間「やべえ私この人押すわ <laughs> <laughs> 私この人と結婚したいかも」お互い,い始めて <laughs> 夏さんが「よっか ボボちゃんとちょっとちょっと後ろめたさだったやっぱずっとみんあいみんあい言ってたから「よかったなんか,だかこの人のこと刺さってる」みたいな「よかった」と思ってほんとにほっとしたみたいな「餃子100個食べるから100個食べるよ」とか言って <laughs> 結局まあ食べれず持ち帰る <laughs>。 しました。あの本当にお家でも美味しく食べさせてもらったんで、またね夏さんち行きたいです。はい。ということで今週も始めていくぜアナのオールナイトニッポンゼロ。

チバンになったこととかあるんだろうあんなはしたない下品なチャンネルが全滅したぞあれ <laughs> ビッグニュースだろあんな <laughs> ジュキヤジュキヤの初期のね動画全部僕あのっていう名前とか僕の名前全部書か,書かれてたカッコあのちゃんみたいなもうあれもなくなりましたかついに <laughs> ジュキヤさん <laughs> お疲れ様です <laughs> だから大問題で人格大問題だからもうジュキアンもハ <laughs> ハまずで置いときヘビヘビが出ました <laughs> 平和でも暑い最近さ新幹線の中にヘビが出たのってしたじゃんこの間今回は山手線ということでえー、そんな出る山,山手線に乗ってた人がヘビを見つけて 渋谷駅で降りてヘビみたいなのがいますって伝えて発覚したらしいヘビみたいなのはヘビくらいしかおらんヘビ <laughs>、うん、みたいなのがいますってもう僕じゃんなんかヘビみたいなのがいますとかヘビみたいなのはヘビくらいしかおらんからな、うん、今回は2 0ンチくらいの青大将の赤ちゃんだったそうです2 0ンチって結構あるよびっくりするのに山手線 電車で出たら前回はだから新幹線の前の席の、えっと、座席の腕手すりなんか腕置きに絡まってた蛇だけど今回は山手線でこの蛇が発覚された発見されたのが日曜日の午後5時この時間の山手線は激混みですよ午後5時やばいパニックになんないえ新 山手線、いや、これ、嫌だな。新幹線の方、あ新幹線の車内も嫌だけど、混んでる車内の蛇のが結構嫌かも。てかよ余裕で嫌かも。だって逃げれないじゃん。え、飛んできそうだし。どんな感じで見つかったんだろう。え、結構騒ぎになったんじゃないキャーみたいな。どこにいたんだ下地面なのかなでもさ、

潜んでたのかもしれないですけどいやでもちょっと短期間でヘビ出過ぎかもですうん、ちょっと出過ぎかもなヘビの中で人間の乗り物で移動するっていうことが熱い可能性がある今ヘビ界でちょっと流行ってるかもブームブームメンとかも人間の乗り物やべえぞみたいな 移動ヘビの,の,の中でヘビの世界のポパイとかで特集されてる可能性大あり <laughs> おしゃれスネーク上級者は人間の乗り物で差をつけろみたいなやつで流行ってんのかもしれないそれ意識高いヘビたちがでなんかちょっと「俺はこの間新幹線乗ったけど」みたいな「ちょっと騒ぎにったけどさ」とか言って。 え、俺は山手線だししかも日曜の午後5時だぜ。みたいな。じゃあょ、まんと取り合って。るかもしれない。新幹線、電車となると。もう次はね、お分かりですね、皆さん。タクシー。うん、タクシーです。ヘビがタクシーに乗る時代です。もう。来ますよ、これは。ヘビがタクシーに出て、出てくる。 怖い今想像するやもうヘビ大丈夫な方だけどタクシーきつーいやー僕このラジオわざわざタクシー乗るよいつもシートベルトのところにさシートベルトの <laughs> に沿ってさヘビが出てきてさもうわかんないじゃん騙しえみたいな感じでこれちょっと怖いななんかさドッキリとかでもありそうだしねちょっと。 ヘビ出てきたらタクシーどうなっちゃうんだろう。でもヘビ、うん、に毒があるかないかがね確認できないからまあこちょっと怖いからタクシーの人にお願いするか。でもヘビに噛まれるよりタクシーの人知らない人と喋る方も辛い。 僕タクシーの運転手さんとさ喋りたくないんだよな。めっちゃ喋りかけられるけど、本当に。あのちゃんですよね、みたいな。いつも応援してます。オールナイトニッポンを聞いてます。マジで、これ、オールナイトニッポンゼロ聞いてますが、本当に多い、タクシーの運転手さん。なんでだろうね。なんか人持ってないとき聞けんのかな、ラジオ。あのちゃん、オールナイトニッポンゼロ聞いてるんで、応援してますって、めっちゃ言われるタクシーの人。本当やだ。 だからもう知らないええそうなん今も聞いてますかタクシーの運転手の皆さんヘビ出た時はもうお願いなので守ってくださいお願いします <laughs> いつもでも僕もういや違いますって言うけどね僕,僕じゃないです僕じゃないですってかあそうなんですかそう頑張ってくださいってもうほに担任のふりするけどまあバレるよね声でバレるいやちょっと怖いな怖い タクシー帰りも,もう歩いて帰ろうかなほ、うんとに乗り物ってやっぱ密閉されてるから怖いんだよね虫ちょ虫1匹でも怖くないそのなんか蝶々じゃないけど蛾とかさ飛ぶ系マジで無理なんだけど僕もうパニックになる外出ちゃう本当にヘビ結構やばいなだから電車でヘビ。 本当に金輪際もうやめてほしいヘビーの中でブーム終わってほしい、ね、新幹線と、あのー、何でしたっけ電車で終わらせてくださいはい。 ということで生放送です。今回も番組ではラジオを聞いている方からもメールで参加してもらいたいと思います。リアクション感想メールをお待ちしています。受付メールアドレスは <noise> アナットマークオルネールナイトニッポンドットコム <noise> アナットマークオルネールナイトニッポンドットコム <noise> A N O でアナです。<noise> X はアナ A N N ゼロでたくさんつぶやいてください。さてこの番組はライブ配信アプリの一ナノでも東京中田区有楽町日本放送第三スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。1 17のアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができますオールナイトニッポンゼロぜひ17でもお楽しみくださいここで一曲北に立ち合いんで次回予告あの兄車掌あのちゃん 今日も JR あの日本をご利用いただきまして誠にありがとうございます。当列車は僕がよく行く東京、五反田、渋谷、下北沢、新宿、高円寺、終点、僕んちまで各駅に停まります。次は渋谷、渋、あ、すいません、ちょっと用事思い出したので、この列車は今から急行僕んち駅に変わります。次は ボクンチボクンチ。んちんちあののオールナイトニッポンゼロ。なんかストップですボクンチ。あのちゃんあのちゃんオールナイトニッポンゼロやってるよ。 常識では考えられない深夜3時スタート人間が笑っていい時間じゃないはじめからそうわかってたはずなのになぜこの時間からやらせといてコンプラ守りは無理があるコンプラ守らない僕をお前が守れアノの,のオールナイトニッポンゼロアノちゃんアノですメール読むラジオネームウーロンさん 本一発40分逃したキッズですがジャンタグの脇にコーヒーを置き社長が座るような回転する椅子でくるくるしながらうなだれてましたこいつかわいくねえなー <laughs> <laughs> コーヒーコーヒー置いてたのえっ何のえ真似してんじゃないの <laughs> マジで嫌だわそんな子供自分の子供こんな感じちょっと嫌かもなんかさ最近のさ YouTube YouTuber 流行りもあるけどもう子供が増せすぎちゃってていやちょっと苦手ですね僕そういう子供は行き使えないなと思います。 ひき肉ですもうどこ行ったひ <laughs> き肉ですひき肉です誰がやってる今これ <laughs> マジ一瞬だったけど元気かなひき肉あの可愛い,いぞお前は <laughs> あれぐらいがいいよいやそうそうなんか僕より喋るうまい子もめちゃくちゃいいんじゃん今あれやちょっと悔しいね <laughs> はい メール読む。ラジオ、<laughs> ラジオネーム、ダブルステップさん。ステルスモモは存在感が薄く、当たり牌を打ってもローンされないという特徴があります。その役のオーディションで、キャスティングの偉い人の横で、帰りたいを連発。どうやって受かったんだよこいつ存在感しかないだろう。<laughs> 確かに。<laughs> ほんとそうよな。クソ目立ってただろうね、逆今考えると。 当時はもうなんか、誰にどう思われてもいいって思うからさ、そんな感じだけど。このメールで見て思い出したけど、最近、赤羽ね骨子のその、あの、僕出させていただくんですけど、その撮影あって、あの、ヘアメイクさんが、ちょうどこのステルスマ、その、えっと、さっきの撮影してる時期に、また別の、あの、怪獣クラブっていう、 あの,えー、あのドラマ横浜流星君とか出てたり本郷奏く君が出てるやつなんですけどそこに僕出てたのね実はウエイトレスさん役でその時「ぶりですね」みたいな感じで盛り上がってで僕も一応顔覚えてて「あーあーあの時のお久しぶりです」って言って「あの時本当にずっと帰りたい帰りたい言ってたことしか覚えてない」って言われて「<laughs> 僕本当に本当に帰りたい人なんだな」じゃないけど。<laughs> 本当にこの時期相当言ってる、ね、もうこのオーディションでも言ってるしその撮影現場あの怪獣クラブの撮影現場でも「もう早く帰りたい終わらないですかね」ってずっと言ってたしもう僕結構なんか他人みたいなんかそんなこと僕今はそんな言わないよさすがに、まあ、帰りたいって思っても言わんだからどうやってここまで来たんだろうね深夜3時に。<laughs> <laughs> 深夜掃除ラジオあんだけ帰りたいやつハハハいや帰,帰らないです <laughs> いや思っても言わないんじゃないですかそんなのすごいなマジ人格終わってんのよ「元気女子大好き」 シンガーアのチゃムのラジオが見られるのはライブ配信アプリの17だけ誰でも簡単に無料で楽しむことができるんが「オールナイトニッポンゼロぜひ17でも楽しんでくれメンスあの「オールナイトニッポンセンターはいこちらあのコールセンターでございます。 テレビの電源が入らない。さようでございますね。そちら、コンセント刺さってますでしょうかまずそちらをご確認ください。刺さってる。本当に刺さってますかちゃんと確認していただけたでしょうか刺さってる。もう一回ちゃんと確認していただけますでしょうかだから、しつけやな。休憩なくなんだろう。あ、もしもし、電話混戦ンンしておりましてすいません。 あの,の『オールナイトニッポン ZERO』はいもしもしこちらあまたおめえからんだよんのかあのですメール読むラジオネームしぐさんさっき出演時のあのちゃんのインタビュー記事を見つけましたインタビューを終えた記者の感想にあのさんの独特の世界観を感じるとと,ともに 自分の意見をしっかりと持っている真のあるあのさんのカリスマ性にとても魅了されましたとありインタビューにとても苦労した跡が見えました <laughs> いやもう絶対もう、うん、そうですねこの当時特にそうですもう何も言ってないと思うよなんかそのすごいことは何も言ってないからこんなね なんか,か芯,芯持ってるみたいなこと言ってくれてるってことはもう芯持ってあのわからないと <laughs> ずっとインタビューされたうんうんわからない帰りたい <laughs>」って言ってたと思います今回の役どころはどんな役どころでしょうかわからない <laughs> これが大変なあったのどこですかうんあー 帰りたい <laughs> 絶対これだわうん帰りたいという強い意志うんだから自分の意見をしっかりと持っている芯のあるあのさんのカリスマ性にとても魅了されたとかなりフォローしてくれて <laughs> いやもうでもこれほんと盛らずに僕そんな感じだったからインタビューしても意味がなかったんですよ当時ほんとにわからない知らないですか言わなかったインタビュアーは泣かせだったほんとに。 さあいつ帰り,帰りたいしか言わんねえじゃんみたいないラジオネームはドッジボールは常にガイエさん僕はそろそろ就活の時期になるので面接ではあのちゃんを見習ってどこの大学からも来てませんやる気ないから早く帰らせてと言って合格できるように頑張ります <laughs> 落ちる絶対に落ちる <laughs> やめろそれ どどこどこ大学かから来ましたとか言ううんだろうね多分ねみんなねでもどこの大学からも来てません <laughs> 嘘じゃん落ちるって絶対もうやめなそれはちゃんと「どこどこ大学から来ました」って言わないとダメうんこれはんこれ一番見習っちゃいけないとこよ僕のでも もしかしたらその中に面接官にそれこそ人格 <laughs> 変なやつ大問題がいたらもしかしたら受かるかもしれないもう大問題同士が惹かれ合うあれこの子ってなる大学行ってないんだみたいなさっきのプロデューサーが言ったら受かる間違いなく <laughs> ステルス社員を望んでた <laughs> あいつステレスだって言って <laughs>。 <laughs> かまあ、そんなことはないまあ、ねほんとそこはねまねしないで半面教師にしてください、はい、<coughs> ラジオネオのコールマンさんタモリさんも手料理が得意なので家に人を招いた時に基本キッチンにいて料理を作るそうですもしあのちゃんがタモリさん家に行った時も基本ミーアイの動画を見ながら餃子100個作らせましょう ここののにだだわっったんだよとか言ってくるのでへえそんなことよりビーファースト見ませんっていきましょう <laughs> おい <laughs> まあそうか僕が夏さんにやっ,てやったことはこういうことかひどいな改めていやもう夏さんは僕にもう僕がご飯食べないからなかなかだからまあ基本さお菓子でいいやみたいなタイプだから心配してね餃子百100個も作ってくれたんだけどもうお腹いっぱいとか言って。 そんなことビーフフフッ押し作りなよみたいなこっちはみーヤイで盛り上がってるからみたいなやってたけどいやタモリさんもでもキッチンで料理してくれるんだね料理上手なんだ知らなかったタモリさんえー、じゃあタモリさんにもみーヤイとビーファースト見せよう <laughs> <laughs> この人いいい、ね、そうかな <laughs> うーん うか,かわいい。<laughs> タモリさんが「みゆかわいいね」とか言う可能性があるもんね。本当にわかんないから見てないだけでもしかしたらねっていうね。いや本当に夏さん本当にありがとう。うんと夏さんには感謝もういろんなとこへ伝えなきゃなって思ってるから。またいいしてください。ほんでそれが結構。 もう2週間前とか3週間前ぐらいでしたねでこの1週間は特にトークないですね喋 <laughs> れるトークはないですねいやも本当に、ね、う当んねうん地獄みたいな1週間でしたうん世にも出せない <laughs> 世にも世にも出せない物語でしたね本当に <laughs> タモリさんがストーリーテラーで <laughs> 世にも出せない <laughs>。いやマジでう本当にね、喋れることないのよ。もうすごいでも喋った喋った。本当喉をね、使う仕事なの,なのに、まあ、仕事もそうだけどプライベートでも死ぬほど喋った一週間で一つも世に出せない、世にも出せない物語。推しの子状態。うん、推しの子もね、そんな感じだったけど。 まあここでねトークができればねまだいいんだけどね世に出せない地獄が一番地獄だからね <laughs> こういう時はやっぱだからラッシュのバスボムをね <laughs> 僕は最後さラッシュのバスボム引いてもうさあそれでなんかなんかバキバキボムとか言ってさやってたけどで1本なんとか乗り切ってたけど。 もうね、そのバス、<laughs> 軍品システムをね、使ってましたけど、それももう、使い切っちゃった、バスボム。もう、使っちゃったわ。うん、ありがとうございます、ラッシュさん。使いました。まあ、だから、ね、バスボムはもうないんですけど。<laughs> まあ唯一家で一人でやったことは、まあ家帰ってきて夜中からになりますけど、ポケモンスタジアムはい ポケモンスタジアム、金、銀。これやりました。みんな知ってるかなこれ知ってなかったらもう終わり。<laughs> このトーク <laughs>。まあけど、まあ別に何があったとかじゃないんですけど、これはまあ、本当にあれですね、懐かしいなってだけなんですけど <laughs>。まあ僕、あの、お兄ちゃんがいまして、僕正直、当時というか、世代ではないのね、金、銀。あんまわかんなくて。 で世代ではないんだけどお兄ちゃんがあの好きでやってたのを覚えててでその時もちょっと借りてやって「ポケモンスタジアム」っていう立体感臨場感があるねまあみゲームなんですけどあのポケモンバトルもできるしあとミニゲームとかがあってそれがあのそのミニゲームがめっちゃおもろくてそれなんか久々にやりてえなと思ってスイッチで今ねあの64で。 あのできるんですよ。当時の64のやつとか。ファミコンのもあったと思うけど、ファミコンほんと通ってないから、64はお兄ちゃんつったしってので、あの、ポケモンスタジアム久々にやりましたね。うん。ミニゲーム。え、わかるかなみんな。なんか、イーブイのフルーツダッシュとかわかんないかな。

真ん中のカゴがパカッて開いて果物が出てくるのねぶどうはなんかポイント高いとかいちごはまあ雑魚みたいな感じなんだけどそれを反射神経でね取る反射神経を競うゲーム A を押した人がパッていけるのでその中で B を押すとフェイントかけれるの。 なんかテレレレレピュッピュッとか言ってなんかまだかご空いてないけどフェイントかけたりとかしてなんか仲間じゃない,あい敵を翻弄する EV 同士やったとかあるんだけどそれがおもろい <laughs> それがめちゃくちゃおもろいんですよねそフェイントをめちゃくちゃピュ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 ってかけたりとかして果物取ったりすんの基本フェイント基本フェイントしてあるんだけど僕は。 でたまにあ,のあっちもフェントかけてからあっちというかそのあの果物が出てくるとこがクヌギ玉でそれに当たると爆発というか1回お休みみたいになっちゃってでそれをまあポイントを競うみたいなゲームもうそれもほんと可愛いし面白いあとストライクとハッサムもカイロスの居合切り合戦ってやつがあって <laughs> えこれマジで知らないから知ってからあの 上から落ちてくる丸太にあの線が、ラインが入っててそこをタイミングよくあのストライクカイロスハッサムのねはさみで切るっていうゲームなんですけどこれまたあの、ね、カイロスた,たちの,そのこっち側プレイヤー側の,なんかこの標準点エイムが書いてないのよ。だから 全く分かんないまま <laughs> 一応線が折りていったらパンってやるけどちょっとねあれは昔のゲーム感すごいな本当にその分かんないどこで切っていいかあれねうまくやるの無理ようんほんと運ゲーみたいな感じになっちゃうけどあれもそれも楽しいあとはまあもっといっぱいある「ピーとプープリン」のカウントゲームとか。<laughs> あのピーとププリンがなんかゲあのクイズ,クイズテレビ番組のクイズみたいな感じでこう座ってんのねそっからあのスタジオに駆けつけたポケモンたちを <laughs> A ボタンでカウントしていくの <laughs> い全部数えることができるかみたいなで最初はあのうーんとねあのピカチュウだけとかで簡単なのオムナイトだけとかそしてもうだんだん増えてきて。 全部とか、全部のポケモン数えたりピン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 みンいン感ンピ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 ンやンピ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 ン然ンきンピ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 ンとンピ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 ンン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  まあご存知のだよねこれは <laughs> 結構有名ご存知のラッキーの卵大作戦なんだけど LR で左右こう動いて卵が上から落ちてくるの卵とビリリ玉が落ちてきてビリリ玉に当たっちゃダメだからビリリ玉を避けながら卵をあのラッキーにあの当てるというか、まあ、拾うってう感じでそれ LR で動かすそのねスタートまでの分、ね、321の間がほんと暇で。 ずっと LR を延々と押してブーって左右ギューってやんのが好きなんですけど <laughs> これ誰が聞いてて楽しいのかな <laughs> 僕だけ <laughs> いや僕だってほんとにもうエモかったよほんとに楽しいなと思ってであのビリーラマに当たったらピュンって全部卵落ちちゃってもうラッキーもうバグってのこんなグーって左右動いてそれも楽しいですね まあ、あとは、まあ、ご存知かもしれないですけど、カポエラーのベーゴマね。<laughs> カポエラーっていうポケモンのベーゴマがあって、それも、あの、フィー、なんかベーゴマベーゴマってわかるのか、さすがに。なんか、アンじゃんコマを、コマになって、ひもでやって、ベイブレード的な感じで。で、フィールドから外出たら、おまけみたいな。そういうね、カポエラはコマで。 でぐるぐる回ってピーンって弾き飛ばされた負けみたいなほんとにこれやる人いっちゃいそうで怖いんだけどめっちゃおもろいゲームだからみんなやってみてほんとにいやでもそういうのがあったりあとドンファンこれ大好きなのドンファンのぐるぐるレースマジでこれ僕上手だからあのレースなんだけどドンファンの あのなんか土煙とともにぐるぐるコース回って敵の前になんか竜巻を置けるのねそれに引っかかると敵が倒れちゃうみたいな僕その竜巻作って置くのが超上手だからほんとに竜巻置くのよ <laughs> 竜巻を置くのよ <laughs> 3つぐらい <laughs> かわいいでしょ <laughs> やばい やややばい今日やばいい今日もうっっったって話 <laughs>、はあ、待ってまだバリアードのバリアードのバリアーテニスマジで僕芸能界一番強いからラビットさんスマブラやって前でポケモンスタジアムやって呼んでください僕がバリアードのバリアーテニスで1位取ります でバリアードが <laughs> そのいやバリアードのバリアーテニスが本当に強いんです僕あの飛んでくるボールをね <laughs> ま,まだ話すみたいもうええって <laughs> バリアードなんかこうやってんじゃんポケモン返した人かってもんけどなんか変な変な技出してんじゃんその4人いてバリアードとにかく4人の 1P2P3P4P4 人いてでえっと飛んでくる ボールをバリアーで跳ね返すゲーム <laughs> なにその <laughs> シンプルすぎだいたい予想つくモンスターボールだよでも <laughs> これが強いこれが強いんですよ芸能界一マジで いや、ラビット、ほんと、ラビット、最近、スマブラやってるでしょ。あれこのね、ポケモンスタジオのバリアードのバリアーテニス。<laughs> やってください、お願いだから。ラビット、呼べよ <laughs> バリアードのバリアーテニスで呼んでくれ <laughs> もう絶対チートるから。<laughs> ホテイソンとかと戦ってやるよ。出てこい、竹る。シ <laughs> <正午> <laughs> はい。メール読む。ラジオネーム MM、MM さん。 ポケモンスタジアムですが僕は「デリバードのプレゼントを運ぶユニゲーム」で無双してました <laughs> 毎回絶対にピアノを運ぶので負ける気しなかったですいやこれもうほんと好きで僕あの「デリバードのプレゼントを運ぶ」あの「デリバード」ってなんかプレゼントサンタさんみたいな面しててそれであの物をあのねえっ、ー、とベルトコンベアーで流れてくのねあの指輪が一番 得点高くて2番目がピアノかなその3番目がカビゴン最近あったから超覚えてるあとあと64とか、えー、とゲームボーイとか流れてくるからピアノ重いの1個持っただけでちょっとあのデリバードの動きが遅くなるから難易度はちょっと高めなんだけどただポイント高いからそれを毎回ピアノを運ぶってすごいねそれはちょっと強いかもなんか確かに同じのを なんかゲームボーイだったらゲームボーイで固める。同じのを運ぶと結構、あの、勝てる秘訣だったりしますね。はい。<laughs> お前でも、バリアード強いか <laughs> バリアード強いか俺に勝てるのか <laughs> いや、デリバードはね、もう、あの、まずクリスマス僕大好きだから、そもそも好きなんだけど、このゲーム。いや、ちょっとバリアードで戦おうじゃん、デリバードって言ってないで、ね。<laughs> 何これでもやってる人がいるってうのは嬉しいわ僕は誰も共感しないんじゃないかって思ってたっけどさっきの「数分 <laughs> こっちやばいブースやばい空気の下からさみんなハチのだったから <laughs>。 いいや面白いんだよねでもスタジオはそのバックスベリだけど <laughs> あの分かる人だったら <laughs> い,いいじゃん別にやりましたよってだけの話じゃないこれ懐かしいよってだけだからそれ顎がもう無心でもメールよ <laughs> メール <laughs> メール来てるメール選んでるからもう全然笑ってない本当に顎が。 世代じゃないでも一番プドンピシャ世代じゃないですか。うん。<laughs> ちょっとちょっとうなずいてんのやばい。世代ではあった。知ってはいる。知って知った上で滑ってる。<laughs> 知った上で受けない。マクイヒマリマク。これ本当楽しかったよって唯一楽しかった時間でした。って、ね、朝までやりました。<laughs> 早く出ろ。<laughs> じゃあ行きますコーナー。 生きるのクソヘタ。え違いました。<laughs> え ?BGM が違いました <laughs>。終わっちゃった <laughs>。終わる。確かにジングルが。はい、行きます。生きるのクソヘタ。あのは生きるのクソヘタ。 これですね。これですよ、いつものやつ。はい。財布はすぐなくすし、Uber Eats でミートボール頼もうとしたら間違えてオットミール頼んじゃうし、服もしわしわ。このコーナーではそんな僕みたいなの、生きるのがクソ下手っぴな君たちに一人じゃないよと言いたいコーナーです。じゃあ紹介していきましょう。ラジオネーム、卓球のおじさまさん。コンビニで店員に、 袋いりますかと聞かれたときに、人見知りすぎてテンパった挙句サムズアップしながらお願いしますと言ってしまった。<laughs> いやー、これはちょっと、仲間だな。これ他人事とは思えない。この僕の、うん、僕のこのサムズアップ率すごいから。<laughs> 僕のテレビでもやるときあるから、サムズアップ。 <laughs> グーってね。これ、人見知りがゆえだったのか。このメール読んでちょっと気づいてしまったって感じ。いや、こ、コミッションの証なんだね、この、サムズアップ、グーは。いいね、とやつ。あれね、ほんとにね、写真撮影するときもやっちゃうんだよね。ダサいってめっちゃ言われるんだけど。やっちゃうのは、人見知りがゆえか。喋るの面倒でしでもさ、伝わるからいいじゃん。 袋いりますかねこれあればさ。はい。ラジオネーム、ロッピオさん。人生初の土下座は小学生の時にクラスのカレーを廊下にこぼしちゃったから。<laughs> <laughs> いたわー。<laughs> カレーね。こぼすやつ絶対いるよね。なんなんだろうね。<laughs> 土下座ね。土下座でも自分の土下座、僕土下座したことあるかなこぼしちゃったことはあったかもだけど。 土下座はしてないかもしれない。ま、でも、形が必然的になるかな。土下座なんてでも、大人になってする人そんないないんじゃないあんまり。ラジオネーム、シェフィールドさん。猫のベストな抱きかかえ方、未だによくわかってない。<laughs> あー、僕も、でも、ちょ、で、猫はさすがに、まあ、か、わかるけど、確かに猫にとってどれがベストかわかんないよね。 これでいいのかなって思いながらやってはいる。あと、動物のとの接し方一生わからないね。動物大好きなんですけど、僕、可愛くて。ただ、怖い、やっぱ。何考えてるかわかんないんだもん。<laughs> これ、喜んでんのかなーとか、嫌がってんのかなーがわかんないからさ。怖いんですよ。はい。ラジオネーム、ボリボリアイボリーさん。 コインロッカーに荷物あじ、預けて、鍵かけた直後に、今から使うものも中に入れてしまってたことに気づく。あー、これめっちゃあるわ。あるある。うん、携帯とか普通に入れたままとか、あるわ。これね、この間、ケロル軍装店の時、まさにやりました。行ったんですけど、近くにコインロッカー荷物預けて、そこに携帯入れっぱで出ちゃって。もう一回開けたよ、僕は。 これ、やっちゃう人多いかもね。僕もよくあります。ラジオネーム。ミュウムさん。ぼーっとしすぎてお会計する前に、ラーメン屋さん出そうになって、店員さんに半笑いで、お客様って止められた。ああ、好きなお店だったのに、二度と行けないや。うわぁ。でもねラーメン屋じゃなきゃ僕も、めっちゃくちゃ多い。これめっちゃ多いね。お会計するの忘れる。 買い物とかしたり。あと、あの、買い物した、買ったものを置いてっちゃうみたいな、めっちゃある。まあ、僕そ、そう、半笑いなんだよね、お客さん。大丈夫ですかみたいな。お客様みたいな。これこれみたいな。これみたいな感じでやってくる。ああ、ははみたいな感じで <laughs>。わかってっけど、みたいな顔で <laughs>。でも、二度と行かないの <laughs>。でも、ラーメン屋とかさ、これ、ここも、また行きたいね、と、って男は、結構、 しんどいかも。嫌かも、それは。食券があるから、先払ったかね。わかんなくなっちゃうんだよね、ラーメン屋さんとかは。いや、あるね、ラーメン屋。え以上はい、今夜のクソヘタは以上引き続き、生きるのクソヘタ、人生エアポな君からのメールを待ってます。 受付メールアドレスはあのアットマークオールナイトニッポンドットコムあのアットマークオールナイトニッポンドットコム ANO であるのです。懸命にクソヘタと書いて送ってください。大文字ばかりで印刷された書物は読みにくい。日曜日ばかりの人生もそれと同じだ。ジョン・パウル。 あののオールナイトニッポンゼロ。あののオールナイトニッポンゼロ終わり。 今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので過去の放送を聞きたい方 Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。日本放送ではこの後4時30分からは上柳正彦朝暮らっけをお届けします。あのあに今夜の採用者は ラジオネーム、シェイプオブユーさん。ラジオネーム、カーマインさんでした。ありがとう。メール読む。ラジオネーム、失礼したらじゅうたんわらえさん。 さっきのあのちゃんがポケモンを熱弁しているときはブースの外がバックスベリでしたがこのラジオを聴いているタクシーの運転手さんもポケモンがバからなすぎてバックスベリだったと思いますきっとポケモンの話のときは運転に集中できたはずです <laughs> いやヨガって集中できたなら <laughs> 僕,僕がポケモンの話したおかげでいやポケモンはねやっぱちょっと世代がいっぱいありすぎてそれはそうかもね僕言ったらそのもったもとそのなんだろうな ダイヤモンドパーとかもっとブラックホワイト X と Y みたいなそこらへんが一番熱かったんで金銀とかはそんな分かんないんだけどでもそのミニゲームは分かんなくても面白いから楽しめるからやってほしいんだよねうん <laughs> いや僕はもう満足僕が大満足だから話せて「<laughs> ポケモンポケモンスター」でもほんとに懐かしいエモいそれをスイッチでできるスイッチさんもすごい 本当にドンファンが竜巻を置くんだよだって竜巻置くことできるみんな竜巻走りながらすごいよゃ、まあね連もパラファンさんずっとゲームの話してるけどこいつホント強いチップ流した子供より男性子供だろう <laughs> ええー、しかもスイッチとかじゃなくてポケモン金銀ってまあ俺もやってたけど俺のピチューの発電競争の連弾音速ようわお前マジ 僕も超強いからピチューの発電競争あのえっとね矢印のコマンドで右に右がの青く光ったら A ボタンで右矢印を押すので上,上とかに来たら上矢印でそれが緑だったら B なのそれをもう連打すんのよ僕これ本当にこれも言えばよかったなでお前バリアードはどうなんだよピチューの バリアード、の…バリアードの、なんだっけバリアードの、バリアードの、バリアーテニスだバリアードのバリアーテニス。これほんとに僕、芸能界一上手いので。これに勝てるってやつはもうメールくれまた。ほんとに。ピッチュは譲るけど、バリアードは譲らん。ほんとに。ほんとにバリバリって感じ。はい。 バリアのド選手権、ぜひ、ラビットさんもお願いします。ここまでのお相手は、アナでした。出会いがあれば、別れもある。笑顔でまた会おう。アナです。アナのオールナイトニッポン017限定のフタートークです。はい。今日は、オープニングトーク結構しゃべっちゃったな、めっちゃ。まあ、おかげでね、ポケモンスタジアムのトークは。 ちょっとしかできたかったんかいまだ <laughs> いや正直ま助かりましたよジングルに <laughs> いやもうもうだってただ楽しかったってだけだもんだって1人だよしかも敵敵あのね4人であの僕含めて4人で戦うミニゲームなのね全部全員敵コンピューターよ <laughs> 普通みんなで普通みんなでやるやつ友達同士でもう一人でコンピューターと朝までやってただそれだけの話をどうフリートークするんだよと思って「もう早く打て」って思ってたそのジングル「早く大人 CM 行け!」って <laughs> 打て!」って思いながらこっちを「バリアードすげえ!」とか言って大変です <laughs> こんな日もあるとでもまあリアルだから これが本当と一週間本当に何も喋ることない中、唯一やりました話をしたので。はい。ですね。ま、あといろんな家家の話したっけ夏さんち行った話とか。じゃあ、ミーアもね。日ップだっけそれもまだ続きまだ見れてないので見ようかなって思います。はい。 結構僕きっかけで見合い知った人も多いっぽかったから見た人も多いんじゃないその結構長いけどねうんただあれを1週間で見る見たっていう人が隣にいます今 <laughs> 1週間で見れる量かって思うけどね <laughs> 作家の高橋さんが見ましたと言ってますのでルーマンショ翔がハマりました いやもうほんとめっちゃハマっただって1週間で見るってことは相当ハマってるよ <laughs> いやなんか結構熱い展開だったっぽいから僕も楽しみえ最後まで見たんですよね見たっていや抜かされたわ <laughs> あっという間にポ「ポケモンスタジアム」やってる間に <laughs> 抜かされちゃったよもうでも僕も追いつきたいしかもあの放送聞いた <laughs> ミーアイのファンめっちゃ言ってたでしょ びっくりしちゃったなんかおもろいいみたいに言っててくれてしかもなんか僕が心ココちゃんに対してなんかあんまりあそぐわないその途中まで見た人からしたらそぐわないコメントしちゃったみたいに言ったらそれは実はなんか熱い展開が待ってるからって言われていやもう言うな言うなな <laughs> 見るからでももうちょっと期待しちゃってるなどうなるんだろうみたいなねえ。 むっちゃおもろい、<laughs> おもろいみたいですから <laughs> お。追い抜かされたから。見ます、僕も。<laughs> はい。ということで、アナのオールナイトニッポンゼロは毎週火曜深夜3時から17でライブ配信しています。誰でも無料でスタジオの様子を見ながら、オールナイトニッポンゼロの放送を楽しむことができます。というわけで、アナでした。また来週。バイバイ。